皆さんこんにちは、トイキピアノチャンネルのトイキです。いつも大変にお世話になっております。今日は前々回の亡き王女のためのパバーヌの前半の続きの後半を弾いていきたいと思います。後半はすごく壮大な、荘厳な、また美しい、繊細な、全ての表情を兼ね備えた、パートとなっておりまして、本当に、音楽の醍醐味をぎゅっと詰め込んだような、パートになっております。また弾いている時もすごく楽しく弾けて、いろんな表情をつけられるところでもあり、またテクニックも前半より難しいので、まあ、ちょっと難しいものをやるという楽しさもここは含まれているかなと思います。その前回はグノシエンを入れたんですが、すごく弾きたいのに弾けないというまた苦しさをあれは味わう、そういう不思議な曲なので、まあちょっと弾きたい欲というのがピアノを弾く人にはどうしてもあるので、まあそういった欲求も満たされるような、構成になっております。ラヴェルという人は生涯独身で過ごした方で、またエリック・サティも独身で過ごした方みたいなんですけど、まあ同じ独身の過ごし方もまあ様々あるんだなという。この亡き王女というのは、飼っていた猫ちゃんとか世話していたワンちゃんとか、何か動物が亡くなった時の曲なのかなと私は思ったんですけど、同じようなことをやっぱり藤子ヘミングさんの本の中に書かれていて、まあ藤子ヘミングさんも生涯独身で動物をたくさん、保護猫とかもたくさん飼ってらっしゃる方なので、そういった、気持ちの通じる部分があるのかなと。すごく美しく、悲しく、温かみのある、そういった曲になっています。本当に魅力的な曲です。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。では、どうぞお聴きください。Thank you.